今日は午後から雨だったか。傘忘れちゃった。どうしよう。さくら、野崎くん、傘はないのか。うん、うっかり忘れちゃって。恥ずかしいな。今日の降水確率 100% だよ。傘忘れた間抜けなんて学校で一人しかいないかも。俺も忘れたから間抜けは二人だな。私のはほう。こういう時って制服の上着を傘代わりにしたりするよな。一緒に入ってく？あ、かっこいいよね。だがあれではカバンまでカバーできていない気がする。あ、濡れるよ。うん。その点も踏まえて新しい格好を考えてみたんだが、どうだろう。すごくダサい。入っていくか。よし、行くぞ。思った以上に吸収したな。冷静になると布一枚でどうこうできる雨量じゃなかったよね。しかし雨か。こういうシチュエーションって漫画を思い出さないか。え？雨、学校、人のいない校舎、雨に閉じ込められた二人。会話も弾んで急接近とか。その後二人の姿を見た者はいなかった。階段。しかし暇だな。漫画のネタでも考えるかな。6月は梅雨ネタが使えるしな。梅雨ネタ。そうだな。こんな日に鈴木が傘を忘れたらきっと女子が黙っていないだろう。あ、忘れちゃった。色とりどりの傘が差し出され、そこはまるで一面の花が咲いたように。あれ、雨か。カジマくん、私のに入ってきて。私のに。ありがとう。花というかキノコの大群。じゃあかっこいい傘の差し出し方でも考えてみよう。うん、やっぱりオーソドックスに。よかったら入っていかない？じゃない。でもそれって少し恩着せがましくないか。もっとこうワイルドに。やるよ。あんたんち遠いんだから差していきな。ゆずき。いや、騙されるな。俺、あいつは何も考えていないだけだ。でもメモっとこう。せっかくだから借りちゃおうか。花崎くんも入って入って。って、ちょっと待って、これってもしかして。あやい傘。あやい傘じゃない。どうしよう、周りから見たらカップルに見えちゃったりするのかな。
ハマってるよ。さくら、母さん。まっちゃんが明日、朝から小テストとか言ってたじゃん。あれ、谷ちゃんがデマじゃねえかって言って。なんだあれ。何やってんだてめえ。道塞いでんじゃねえよ。なんであの状態で鹿島のいる場所がわかるんだろう。で、なんだ、明日の小テストの話だっけ。ごめんね、持ってもらっちゃって。ああ、そういえばこういう場面見たことあるな。え、傘を私の方に傾けてくれてる。自分の肩が濡れちゃうのに。お願いだから平行に持って。道路側は危ないから。あ、ありがとう。こういうのもなかなかいいんじゃないか。決め言葉は、どんなことがあっても僕が全力で君を雨から守ってみせる。だな。今のは俺一人の力じゃどうにもならないと思うんだ。俺の家まで送ってもらっちゃって悪いな。ううん、野崎くんの家近いし気にしないで。本当はもっと遠ければよかったのに。このままもう少し一緒にいたいな。行かなきゃいいなんて、そんなの無理だよね。ずっとずっと家に着かなきゃいいのにな。家に洗濯物干しっぱなしだったことを思い出して。現実逃避。どうぞ。暑いから気をつけて。ごめんね、お邪魔しちゃって。あったかい。それより制服まで濡れちゃったな。脱いだ方がいいんじゃないか。脱ぐって、私着替えないし。そんなの。ちなみに次回の扉へのポーズがこれなんだけど。嫌いよ、やらないよ。もう野崎くん。そういえば、梅雨ネタ書いてみたぞ。読む？え、本当？読み終わったら、後で感想を聞かせてくれ。うん。どんな内容になったんだろう。私もアイアイ傘とかやっちゃったし、少しは使われてたりするのかな。どうしよう、傘忘れちゃった。使えば。何よ、バカ。あ、千代、何やってんだ。ゆずきに負けた。え、月刊少女野崎くん。月刊少女野崎くん。私は宮古ゆかり。少女漫画家をしていますが、周りにバレて浮かないように普通の大学生活を送っています。ゆかりって彼氏いるらしいよ、遠距離の。え、何それ、初耳。遠距離ってどんなの。実はあの子、講義中にこっそり手紙書いててさ。数年ぶりに会えて嬉しかった。私はもっと一緒にいたい。遠ざかる背中、追いかける足音、さよならの合図。なんで箇条書き。しかも後半ポエムかよ、痛すぎる。でもその相手が嫌なやつでさ、昨日見たら私の他に彼女が10人もいたなんて。ショックで倒れそう。タヌキは必ず入れること。タヌキ。あれ、ゆかりは。ああ、今電話中。彼氏だったりして。え、マジで。え、覗いちゃう。行っちゃう。すみません、あの、今学校なので電話は夜に。あ、はい。時間には必ず間に合うようにきっちり用意しますので。はいはい、それでは。あ、バイト先からだった。借金の取り立て、夜の商売、ただれた生活。ん
最近少し麻痺してたけど、漫画が雑誌に載るってすごいことだよね。そうだな。あ、私の塗ったベタがある。確かに、どうも慣れると初心を忘れがちになるからな。ちょっと確認しに行くか。え、どこに行くの？え、あの、マイノさん？もう一匹タヌキを増やすのはさすがに。え、メス？男女カップルで？あ、それはこの間のタヌキとは違う？あ、はい、はい、はい。俺は今、ものすごく恵まれている。ありがとう、ケンさん。ごめんね、野崎くん、千代ちゃん。こちらこそ、突然押しかけてすみません。宮子さん、タヌキ2匹ってどうするんですか？そうね、一度考えてはみたんだけど、どうかしら。へえ。私、エイコ、学力、頭脳、すべてに秀でた美少女よ。男なんかよりどりみどり。でも、あの人は他の人とは違う気がする。でも、なんで？タヌキを連れているからではないでしょうか。この私が一緒にお昼どうって誘ってるのよ。おとなしくついてきなさいよ。はあ、何様だよお前。どうして素直になれないの？彼女できたんだ。次こそは私幸せになってやるんだから。マスコットの分際で出し抜きやがった。バッドエンドの後味の悪さを緩和してみたのだけど。あ、いや、タヌキだけ成功するのはちょっと、せめて平等に。そうか。じゃあこういうのはどうかしら。どうしよう、遅刻しちゃう。中身が入れ替わっちゃった。へえ、これがスカートかよ。やだ。胸がなくって軽い。なんてタヌキの方が深刻そうなの。見た目変わんないよ。宮子さんってものすごく素直ですよね。大丈夫なんですか？私だってちゃんと戦うときは戦っていますよ。この前も。なんか、ゆっと抱きしめてってタイトルつまんないですね。そうですか？内容と合ってると思うんですけど。タヌポンにしましょう。いいアイデアでしょ？って言われたので頑張って意見しました。それで勝てたんですか？はい、サブタイトルとして採用されました。タヌポン、ギュッと抱きしめて。負けてんじゃねえか。野崎くんはそういうことなかったの？いや、俺もあったぞ。新人の時。次の題名は震える鼓動でお願いします。はい、震える鼓動ですね。震えるはもっと可愛くフルフルにしちゃおう。あとは鼓動。ん？鼓動ってなんだ。そして雑誌に載ったら、ゆるゆる近藤、跡形もない。あれも一応誤植というやつだったんだろうか。ああ、誤植はよくあるわよね。みやこさんも？私の場合だと股間が股間になってたり。そうね。あなたの股間に関わるものね。女の子に何言わせてるんだ。シックスセンスがセックスセンスになっていたり。俺のセックスセンスが働いたってことさ。あ、セックスセンスだと。頭悪そうだなこいつら。あと題名の事情が上司に。オスカ君の上司。なんで全部エロネタなんだよ。たまには怒ってください。本当に怒ってください。怒ってもいい人が怒ってくれないと新人さんとか困ります。分かったわ、バシッと言ってみます。はい、前野です。あの、前野さん。ああ、宮子先生、どうしました？あの、こないだの題名が間違っていたのですけど、しっかりしてください。すみません、今回は僕の全面的なミスです。言い訳はしません。しませんけど、宮子先生の漫画って漢字多すぎませんか？え？ん？振り仮名振るとか、もっと分かりやすい言葉使うとかしてもらわないと、こっちだって困るんですよ。ですから謝ってください。え、ごめんなさい。なんで宮子さんが謝ってんの？こうなったらセリフに文句でも仕込んでみましょうよ。セリフに？どうやって？こう、普通に原稿を書いて、でもキャラクターのセリフの頭文字をつなげると担当変えてになる。
ミヤコさん、文句になってない。逆にやりすぎなくらいタヌキプッシュしてみるのはどうですか。あ、なるほど、少し冷静になるかも。逆転の発想だね。そうね、やってみましょう。俺はタヌキだぽ。ひどい、これはない。ないないよ。送っちゃいましょう。送っちゃってください。すごい、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。僕今までのヒーローの中で一番好きです。あれ、宮子先生、宮子先生、あれ聞こえてます？冷静になった。少女漫画の読者の一人として言わせてもらいますけど、こんなヒーロー見たくないです。え、かっこよさ一つもない。そうね、そのビジュアルだと着ぐるみが似合ってないわよね。キャラも練り直しましょう。え、キャラを変えるの？着ぐるみ脱ごうよ。もっと地味でタヌキが似合うような。できました。目つき悪く地味顔、感情薄い、インドア、趣味はゲートボール。決め言葉は、俺と一緒に尻尾のブラッシングをしようポン。私も今までで一番好きです、このヒーロー。さくら？うん、俺の漫画は普通だな。タヌキもいないし、着ぐるみも着てないし。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は少し不思議なエピソードにしようかと思って。なるほど、日常話に少しスパイスをってやつですか。具体的には、まず宇宙人が転校してきます。スパイスどころじゃねえよ。おっと、ご安心を。少女漫画らしく、パラスコ星人の外見はイケメンです。性格も温和で控えめ、魔法も呪文も使えませんし、地球人との差といったら人より少しモテます。ただのイケメンでいいじゃねえか。ケンさん、俺の漫画面白みに欠ける気がして。は？鈴木にも一発芸とかやらせた方が。これなんだと思う？玉乗りだぜ、マミコ。何と張り合ってんだよ一体。はあ、まったくもって無駄な打ち合わせだった。あれ、宮前くん、夢の先生と打ち合わせだったんだ。何これ、めちゃくちゃ面白そう。センスある。おい、パラスト見て見て、野崎くん、みやこさんに書いてもらっちゃった。さくら、俺のサインの時よりテンション高くないか。鈴木書いてやるから、それと交換しないか。え、やだ。マミコ、マミコもつけてやるから。やだ。タヌキか、タヌキの格好させればいいんだな。野崎くん、キャラクターは大事にしてあげて。すまん。ごめんね、野崎くん、千代ちゃん、呼び出しちゃって。いえ、また何かあったんですか？実は今度、前野さんに今時の女子高生を主役にしてくださいって言われたんだけど、どんな会話するのかわからなくって。
ブランドが超高くてマジ金ないっていうか、こんな感じなのかな。マジウケる。俺もそういうのはさっぱり。まあいざとなったらモブキャラの力を借りちゃうんだけど。モブ？そうね、例えば。あ、見て見て、あのバッグ今流行りの服だって先週雑誌に載ってたわ。おしゃれ。おお、確かに今時の人に見えてきますね。すごい。この世界ではそうなのかなって思えてくるわよね。なるほど。見て、マミコよ、平凡な女子高生よ。だけどモテモテよ。でも顔は平凡って設定なんだ。モテるっていうのはこう内心のモテモテっていうか。野崎くん、モブが言い訳しだしてるけど。そうだ、さくら最近何かハマってることとかあるか。そうね、現役女子高生だもんね。ハマってる。実は最近缶のコーンスープにハマってるんですけど、あのコーンが全部飲めないって諦めてたら、ゆずきがコーンを全部かき出す方法をひらめいて、それが本当すごくて、ゆずきが突然走ったと思ったら、あれ何あれ。ケンさん、ここのマミコの登場シーン、効果音キャビンよりシャララーンって感じだと思うんですけど。いや、俺はキャララーンって感じだと思います。さすがケンさん。次回強まるのは絆と手綱、俺たちのことですね。違いますが、どうぞご期待ください。